ミシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。3日間激辛激甘贅沢生活、イエーイ。前回あの青ピンク緑生活をさせていただいたんですけれども、はいはい、今回は激辛激甘そして贅沢ということでね、うん、今回はマネージャーさんがガチャを買ってくださったので、ありがとうございます。ありがとうございます。早速ガチャを引いてやっていきたいと思います。はい、はい、わー、じゃんけんして勝った人からやってくる。勝った人からこれやるか。最初はグーじゃんけんぽい。やったー、早速コイン入れます。はい、いきます。はい、オレンジ出ましたね。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。よし、入れます。はい、いきます。はい、あ、きたー、緑いきます。はい、おー、きました。なんだろう、マジ見えないか分かんない。きました、いくよ。せーの、オープン。やったー、やったー、贅沢。無理無理、こっちの方がいい。マジでマジで強かった。もうなんか壊すよ。マジでやだ、マジでやだ。やったー、マジで激辛。それでは早速お昼ご飯をね、食べていきたいと思います。それではレッツチェゴー。はい、今度はバケレツタラメ焼きそばです。七味も食べてる。うわー、七味も食べてる、ね、普通に見てる。見た目はね、私は甘みつじたての大学芋とコーヒードーナツに黒蜜、なんかこっちにぶちかけようと思います。そうしましたら、私こちらお寿司でございます。お肉食べたかったので唐揚げを購入したのと、ね、生ハム食べようと思って、そしたらこんなのあって、それにチーズを巻いていただこうと思います。デザートには金のチーズケーキ。あー、マジでそれ美味しそう。でちゃっかり飲み物がね、飲み物ということで、飲み物さんちゃっかり食べる。いただきます。いただきます。はい、辛い？待って、メロ痛い。え、これ無理。お腹いっぱい、もう。お寿司。いただき。うまっ。マインドは贅沢。マインドは贅沢って思えば言ってる。うん、贅沢、贅沢。マグロ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 。あくるわ。サーモン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 。せーの、ごちそうさまでした。はい、ということで帰ってきました。お寿司を買いました。お寿司にめっちゃわさびを入れて食べたいと思います。待って、わさびこんぐらいで激辛かな。ちょっと食べてみる。待って、涙出てくるわこれ。はい、気を取り直していただきます。やっと食べきりました。ごちそうさまでした。はい、ということで激甘生活1日目の夜です。今日の夜ご飯はシュークリームとクレープにします。あと飲み物はいちごにします。いただきます。
え、これめっちゃ美味しいんだけど。うんと、今音聞こえた？最近ガム噛みすぎて顎の音がめっちゃ鳴るんだけど。いただきます、最後。それではごちそうさまでした。バイバイ。ということで1日目の夜ご飯のお時間になりました。こちらまずお昼の残した高級ハムたちで、こちらもお昼に残したチーズたち。本日のメインディッシュ、ステーキ。こちらサーロインステーキ 200g ですね。ステーキにはやっぱりワインでしょということで、こちらロシュマゼカベルネスビニオン赤でございます。いただきます。うまっ、飲みやすい。夏のテラスで食べて飲んでる感覚になる。これめちゃめちゃ最高。こちらのワインなくなりました。もうあとグラスにあるワインだけです。いただきます。はい、ということでワインも開飲しました。ごちそうさまでした。おはようございます。はい、2日目の朝になりました。本日の朝食、こちら、やば、朝からさ豪華なフルーツやばくない？そしてヨーグルトはパルテニでございます。それでは早速いただきます。パルテノってこんな濃厚なんだ。それではおフルーツをいただきたいと思います。パイナップル、グレープ、キウイ、グレープフルーツ。こんな生活毎日してたらもう頭ぶっ壊れそう。おはようございます。2日目のお昼になりましたので、僕は韓国のチキンを頼みました。これだ、じゃあ辛くないからブルダックソースをかけます。待って、これだけで一回舐めてみたい。いきます。えい、待って、これやばい、待って、これやばい、マジで。えい、辛いっていうか、痛っやば、あとから出る。結構つけちゃったんだけど。辛いより痛いが来る、うん、はい。震える。絶滅じゃん。ベロ。サムネこれでしようかな。はい、ということで今は2日目のお昼なんですけれども、なんとビュッフェに来ちゃいました。贅沢な感じがさ物語ってない。スイーツ、これとこれ、これとこれ、マジうまい。やばい、頼みすぎて贅沢よりも大食いきっかけになってる。今ちょっともう食べきれなさすぎてお友達に来てもらいました。マジでありがとうございます。すごい、友達が
全部食べてくれました。ありがとうございます。はい、ということで夜になりました。エーペックスしてたんですけど6キルしたので、ね、ダメージ見たらね1000もいってなかったん。キルパクやないかーい。まず海鮮と卵のチゲを作りました。で、あと今日買ったチキン、これを入れたいと思います。いただきます。なんかさっきと同じ感覚だ。もうね、体が分かってる、これはあのソースやろって。慣れてきたからもう一回入れた方がいいよね。2滴にさせて、2滴だけ。待って、結構入っちゃった。入れます。いくよ。待って、あのさ、ご飯中にねこんな動いて食べないからね。はい、激甘生活2日目の夜です。皆様に謝らなければいけないことがあります。昨日の夜から今日アップロードしなくちゃいけない動画の編集があり、そのまま夜中から朝までやって、朝と昼昨日の残りのいちごミルクを飲んで生活していました。すいません、その動画を撮れなかったことを心をお詫びなく、心よくお詫びなく、心をお詫びなく申し訳ございません。わからん、わからん、わかんない。はい、ということでもうお腹がめっちゃ空いてます。で、私が編集を頑張ってる姿をママが見てて、なんかこちらのなんかなんだろう、これ桜餅わらびみたいな、わかんないけど、これを買ってきてくれました。ママありがとう。で、こちらは大人のスフレプリンショコラカシスですね。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。なんかお腹空いてる時の甘いものってめっちゃ美味しい。美味しいすぎる。今頃はるかヒーヒー言ってるのかな。辛い。マグマがなんか喉に流れてる感覚がする。でもこれさ、辛いの、今年2021年だよね。賞味期限切れてるこれ。はい、完飲しました。早く明日が終わりますように。それではごちそうさまでした。おはようございます。3日目の朝になりました。ということで、まあ賞味期限切れてるけどこれ使います。昨日のあのチゲの残りと昨日食べきれなかったチキンです。いただきます。辛っ。でもなんか慣れてきたかも。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。あと夜ご飯食べて終わりなので頑張りたいと思います。バイバイ。おはようございます。3日目のお部屋になります。蓋ができました。桜が咲いたフラペチーノとニューヨークチーズケーキにしました。それではいただきたいと思います。中にはゼリーが入ってきた。はい、というわけで3日目の夜になります。ちょっと3日目朝と昼は食べてなくて、でこれがヤンニョムチキンとハニーバターチキンでございます。いただきます。うん、うまっ。やっぱ久々に食べる、めっちゃうまい。続いてヤンニョムチキン食べます。うまっ。
もうだいぶお腹いっぱいになってきた。でもこれはね、明日とかにも全然回せるから。なんだろう、なんか贅沢と量多いの履き違えてる気がする。もうなんか上下企画やってるわ。量多ければいいってもんじゃないからね。友達もそう、量多ければいいとかじゃない、少なくても深ければいいの。まあ、ゲームでって言ったけど、なんかうちの発言に対してみたいな感じになっちゃった。残りは明日食べます。はい、ということで私の3日間贅沢生活終了しました。もうね、幸せ、私だけ3日間ずっと幸せで過ごしてしまって本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでバイバイ。はい、ということで3日目の夜のご飯です。もうちょっと食べた、普通のご飯で3日間甘いもの無理です。もうこの時は二度とやりたくないです。バイバイ。はい、ということで撮影が終わったので帰ってきました。最終日は宮崎辛麺、辛さレベル50分の4を食べたいと思います。いただきます。何これ、痛いんだけど。ベロプルダックソースに慣れたのか分かんないけど、いける気がする。ということでラーメンは食べ終わったんだけど、汁が辛いよ。完食。お疲れ様。次は本当になんかさ、楽しめる企画がいいな。次辛いことやりたい。じゃあそうしよう次。ということで無事に3日間生活みんなで成功したので、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと各メンバーの SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上チェゴでした。バイバーイ。